はい、ということでこちら10階のエレベーターホールでございます。結構シックな感じのねエレベーターホールですね。どっち側かな。今日泊まらせていただくお部屋は10195室ということで看板書いておいてくれる部屋にはい、こちらになりますね。はい、ということで1019、こちらですね、端っこの部屋でございます。はい、入ってみたいと思います。じゃん。はい、ということで入りました。はい、こんな感じのね、鍵型というんでしょうかになっております。入りまして、フローリングじゃない、ごめんなさい、床はですね、こういった形のカーペットになってます。なんか森をイメージしたんでしょうか、小枝ちゃんのような感じになってますが、で左側にですね、こういった形で、ハンガー4つと消臭スプレー、そしてですね、下の方には、部屋履きのスリッパと、それから、空気清浄機、そしてバッケージスタンドなんかが置かれております。お部屋こんな感じでーす。じゃじゃーん。はい、ということで、シンプルな、ダブルルームという感じですかね。はい、ちょっと見ていきたいと思います。左側、まずここに姿見があるんですが、面白いですね。リビングボードみたいな感じで姿見があって、そこにですね、こういった形でテーブルがあります。奥行きそこまで広くないですね。45センチメートルぐらいかな。で、そこにそこまで大きくないテレビがあります。日立のテレビになっております。32とかですかね。はい。そしてですね、そこのところの引き出しには、こちらにこういった形で、コーヒーカップ、ソーサーなしの、陶器の音楽が2つ入ってます。こっち側には特に何もないですね。で、この下の方にはですね、ツインバードですかね。こんな感じのですね、バンドアタイプ、2016年製と書いてある、ちょっとちっちゃめの、バンドアタイプの冷蔵庫。それから、こちらのところには、テスコムのドライヤーがあります。一番下にはですね、タイガーさんの白い原子ケトルが入っております。こちらのテーブル、椅子がスールみたいな、こういうイエローのやつですね。ちっちゃい椅子が置いてあるという感じですね。はい。そして、その先にはですね、何の意味があってかわからないですけど、ここに丸テーブルが置かれております。はい。直径35センチメートルぐらいかな。という感じになってます。40センチメートルぐらいあるんですね。で、ベッドはですね、ダブルベッドですね。シンプルなダブルベッドでございまして、はい、そこにですね、ルームウェア、こういった形で、一枚物が2つ置かれております。はい、ちょっとね、全体的に、地味な感じのやっぱインテリアですね。はい、こう、木を基調としたね、ダークカラーでございます。で、窓という感じになってます。窓はそこまで大きくはないんですけども、下までカーテンがありますね。ちょっと見ていくと、こんな感じです。じゃーん。おー。なんと、イビシスタイルズのところが目の前なんですね。前に止まったところですね。あっちはあれか。キャンバスかなという形になっていまして、はい、今こっちの矢印というか、今映してる側が新橋の方面ですね。で、こっち行くと銀座っていう感じになっております。はい、まあという感じですかね。はい、そして、最後、まあこっちからエントランス見るとこんな感じで、ここにエアコンが飾ってあります。最後、水回りです。はい、ここ入ってみたいと思います。せーの、ドン。おー、なるほど。まあ真っ白ですね。特になんか、一面がなんか、マーブル調になってる、元目調になってることもなく、いわゆるシンプルな、シャワートイレになっております。はい、いうことでね、イナックスですかね、リクシルのシャワートイレ。そして、ここにですね、同じようにこういったパネル型の、洗面台になっております。はい、ここにはですね、アメニティは、置いてなくて、1階から持ってくる形になってます。はい、そして、バスタブもそこまで大きくはないですね。長さは。幅は、まあでも広めという感じのもので、リクシルのシャワーがついてるという感じです。お、ここになんか、あれがあるんですね。プラスチックハンガーがありました。トイレタリーはですね、THC のオリーブグリーンシリーズですかね。はい、という感じになっております。はい、ということで以上でございます。
今回泊まらせていただいたお部屋、コンフォートダブルというお部屋でございます。ベッドタイプがですね、140cm 幅のダブルサイズ、マットレスはシモンズ社製です。食事の素の間で広さが 12.5 平方メートル、料金がですね、税込み2名で 13,950 円でした。選んだポイントはフレッシュサインだというところと全国旅行支援があったということで、予約はですね、じゃらん経由で予約をさせていただいております。まあ、ユッキーのここだけお得情報、まあ、ここだけお得っていうことでもないんですけども、ソーディスフレッシュサインはですね、会員メンバーになって公式サイトから予約しますと、チェックイン時間が1時間早く、チェックアウト時間が1時間遅くなるので、結構ですね、滞在時間長くできます。さらにですね、こちらのホテルの場合、コーヒー1杯サービスがついてます。ただしね、ワン予約1杯なんで、ツインで2名で予約しても1杯なのはちょっと残念な感じではありますが、そういった特典がございました。今回の部屋の平面図こんな感じでございます。10119号室、北西向きの部屋、こんな感じのプランでございますね。エントランス左上入りまして、右側が水回り、奥がですねベッドルームです。ちょっとねデッドスペースなんかがあるんで、なんかちょっと感覚的に狭めっていうイメージあるんですけども、これでも広めの、ダブルになっております。はい、左側にですね机とそれからテレビ、そして奥にですねダブルベッドと なぜか丸いテーブルが置いてあるという感じの部屋でございます。はい、北西向きの部屋、面積 12.5 平方メートル、天井高 250cm です。進める部屋データです。まあ、こちらね、銀座ということもあって、地下路線価は高めでございまして、633万円という形になってます。あとはね、 Wi-Fi スピードが高か速かったかなというところですね。コンセント数はちょっと少なめでございました。部屋のバリエーションです。はい、まあもちろんね、シングル、ダブル以外で言うと、まあツインなんかもあるという感じで、ここにツインいくつかのですね、さらにタイプに分かれておりますので、参考にしていただけたらと思います。クナルホテル、こんな人向け、ビジネス、プライベート、双方対応できるホテルです。銀座駅近くで、まあ安心してね、泊まれるビジネスホテルを探している人向けかなという感じでございます。もっと知りたい人向けのコンテンツになります。相鉄フレッシュサイン銀座7丁目はですね、株式会社相鉄ホテルマネジメントが運営するホテルになっております。相鉄ホテルマネジメントはですね、相模鉄道の相鉄グループのホテル運営会社でございまして、まあ、従来ね展開していた自社ブランドであるあったと言った方がいいですかね、相鉄インというものと2014年に買収したサンルートホテルを経営統合してできた会社になっています。まあ、このね従来の相鉄インは今は、相鉄フレッシュサインという形に名前変わってますが、それとですねサンルート、あとはねいくつか、ちっちゃい細かいやつがあるという形で合わせて、80棟近くのホテルを運営しています。こちらのですね相鉄フレッシュサイン銀座7丁目の最寄り駅は銀座駅になっておりまして、そこからだと徒歩5分ぐらい、新橋駅もですね徒歩圏内で、6、7分になってます。1階にですねファリムアートが入ったビルになってますけども、どちらかというと閉鎖的なね印象を受けましたんでね、フロントは2階にあります。フロントフロアにはですねアメニティバーがありまして、そこからアメニティをピックアップして客室へ上がる形となっています。同じ2階にはですね、まあ昼間は、なんていうんですかね、有料で貸し出しているラウンジ、外部も貸し出ししてるみたいですね。それから自動販売コーナーなんかがありました。はい、それではですね相鉄フレッシュサイン銀座7丁目のベッドチェックになります。こちらのベッドは幅が 140cm のダブルサイズ、長さがですねちょっと短めで 190cm ぐらいでした。高さがですね布団の上部で 53cm ぐらいです。はい、そして今日の部屋着でございます。ルームウェア、1枚物と思ったら上下セパレートでございました。ワッフルタイプの、まあちょっと何ていうかな、そこまで古くないタイプでいいんじゃないでしょうか。はい、ではちょっと倒れ込んでみたいと思います。おお、なんかちょうどいい塩梅の反動と硬さかなっていう感じです。おお、上で始めますね。お部屋の方はですね、広さがコンパクトで、まあ、インテリアも暗めの色で、まあ、柱もね結構大きかったりするんで、なんとなく正直あまりテンションが上がる感じではなかったですかね。まあ、水回りの方もですね 120cm、160cm 普通のサイズですし、テレビもですね32インチと普通ですし、まあね家具としてねテーブルとか椅子もあるんですけども、まあ例えばねテーブルも奥行きそんなないし、椅子もね背もたれとかもないということで、なんか実用性にちょっと欠ける感じではありましたかね。まあ、眺望も、まあ、窓はあるんですけどね、すぐ狭い道路に面してるんであまり良くはなかったです。
こちらのホテルでは、先ほど触れたですね、コワーキングスペースとして貸し出しているカツキっていうレストランというかラウンジがあるんですが、まあそれがね、朝は朝食会場になります。そこでですね、1530円でビーフ形式で食べることができます。雪材です。まあ先ほどちょっと触れたんですけども、ちょっとね、あと一歩のところが多いなっていう感じで、まあ、さっき言ったね、椅子とかテーブルはあるけど、実用性がなかったりとか、せっかくアメニティ豊富でね、いいなと思ったら、なんかミネラルウォーターとか、ウェルカムドリンクはないとかね。あとはね、ちょっとスタッフなんかたくさんいて、まあ、なんていうかな、真面目は真面目そうなんだけども、なんか一言一言ちょっとトゲがあるというか、なんかちょっと正直闇っぽく感じてしまったところがありました。ユキのレビューでございます。はい、お部屋は普通だったので3、設備品は一通り揃っていたので4とさせていただいております。水回りはちょっと普通のユニットバスだったので2、サービスは先ほど触れたようにですね、まあ微妙なところもあったりしたんで、まあ3とさせていただいております。環境眺望もですね、まあ駅から遠くはないんですけども、眺望もあんまないということで3とさせていただきました。良かった点、残念だった点、ここに書かせていただいております。これまで触れてないところで言いますと、まあ、シャワー水圧が低くて、水はけもちょっと良くなかったかなというところでございました。ということで、総合満足度は、今回 B とさせていただきました。まあね、特別これといった大きな不満があるわけではないんですが、逆にお勧めできるポイントも少ないかなという印象です。まあね、ちょっとね、通常より料金が高めだったんで期待していたんですけども、まあ部屋もね、通常より広めの部屋ですけども、狭くてちょっと正直、残念な感じはありました。おところでございます。今回は割高とさせていただきました。全国旅行支援期間ということもあるのかね。この内容ですので、13,550円というのはちょっと割高になめないかなという感じはありました。金利予定の状況です。はい。まあそうやってみるとね、確かにね、銀座一時期全部5000以内で泊まれるような時代もあったものの、今は全部倍以上になってるなという感覚はあります。はい。20と書かせていただきました。興味のある方は各動画の説明欄に、動画の説明欄に各ホテルのリンク記載して参考にしていただけたらと思います。はい、最後にまずカフェをしたところ、このね、全国旅行支援でいただいたクーポンを持ってですね、資生堂パーラーサロンドカフェ、銀座本店、ずっと気になったお店、行ってまいりました。まあ、こんな外観でね、1棟、すべて多分これ関連になってますね。カフェ以外にもレストランなんかもあります。レストランも有名ですよね。ここでね、なんか、なんていうかね、月替わりのこの聖堂パーラー物語っていうね、この写真にあるやつとか、あとフレンチトーストとかいただきました。まあまあ、見た目もね、さることながら、味も美味しくて、さすがだなと思いましたね。はい。一方で、ちょっとね、時間出てくるまでかかったりとか、あとスタッフの方が一部、なんていうかな、ちょっとね、上から目線的な感じがいたしました。まあでもおすすめです。はい。あとはね、夕食を食べたところ、串カツ、田中というところですね。はい。勇気一人で一回行ったことがあるんですけども、まあ、それぐらいしかなかったんですが、なんかね、今キャンペーンで一串280円以下のものが110円かな。ということのだったんで行ってまいりました。はい、結構食べましたね。はい、串カツゲームをいただきましたが、まあ美味しかったですね。スタッフもとても元気で良かったかなということでおすすめとさせていただきました。はい、ということで、ソーデスプレスタイン銀座7丁目紹介させていただきました。それではまた。